はい、皆さんこんにちは。今回はですね、こちら F22 を使いまして関西国際空港から羽田空港まで全速力で飛んだ場合一体何分で着くのかっていうのをやっていこうと思います。今まで今までいろんな航空機でこの関西国際空港大阪ですねから東京までの、タイムアタックやってきたんですけど、比較すると A320 では49分、そしてコンコルドで26分ですねかかったわけなんですね。果たしてこの F22 だと何分で到着するのか、結構ね、興味深い内容だと思うんで、皆さんと一緒に想像しながら行こうかなと思います。ではここからですね、インターセクションからのデパーチャーをやっていきます。ではテイクオフ。ちゃいました。マッハ1ですね。ここから6万フィートまで一気に上がっていきますね。なるべく速度を殺さずに上昇していきます。現在速度の756ノットですね。右上に VFR マップ表示しながら行きますんで、なるべくねこのルートに従って最短距離で行ってほしいます。あー、エアスピードとオーバースピードのオーバースピード関係なくいきません。バッハ 1.4 ですね。現在上昇して1万3000フィートまでかなりあっさり、ここのねここまで到達する時間とかの感覚的にはもうエコーホールドをはるかに越しますね。一体何分で、ね、到着するでしょうかね。現在は 1.65 ですね。2万3000フィート。もう間もなく大阪を越えていこうかというようなところですね。あ、この右下、こちら奈良ですね。正面は三重県、そしてその左手には愛知県名古屋市ですね。で正面、セントリア、中部セントリアの空港が見えています。現在マッハ 1.94、 めちゃくちゃ速いですね。ちょっとはみやすいようにハンド表示大きくしておきます。このような感じでね、紀伊半島をあっさり越えていくというような感じですね。左手には琵琶湖ですね。琵琶湖が見えています。もう4万5000、早いレーディングが大体どのくらい、080ぐらいですかね。ちょっと修正してちょっと線の上に乗っていこうかなと思います。080ぐらいですかね。082と080にして線の上に乗るような感じしますね。速度が現在482ノットなんですけど、マッハにして 1.95、 もう5万4000フィートですよ。
もなく6万フィート。本日の巡航高度6万フィートにまもなく到達しますね。6万フィート到達しました。ではここでレベルオフして加速していこうと思います。どこまで加速できるかということですよね。ただこの最高速度っていうのを見ていないのでちょっとわからないんですけど、6万フィートでマッハいくつまで出てるかっていうのもね、今日は見れたらなと思います。1.95、2は超えそうな感じがしますけどね。もっとそう言ってるうちにも、もう間もなく伊勢湾上空ですね。おお。正面には小さいですけど富士山、見えてます。ちょうどね富士山の上を飛ぶような感じですけど、右に右にとこのエルロンが入ってバンクが入るので、ちょっとヘディングが右に行くっていうか行きやすい状況であるんですけど、なるべくねこれ手動でコントロールしてるんですけど、修正しながらなるべく線上で、ね、飛んでいけたらなと思ってます。右手前方浜田港、そして御前崎が見えてきましたね。高度は6万フィート、そして速度が424ノット、でグランドスピードにしては1154ノット、マッハにして 2.01 と、かなり速い速度ですね。ちなみに今離陸して約5分ですね。5分でこの姿勢まで到達しました。大体ね想像できるかもしれませんね。で今回、この F22 前回のコンコルドと比較して大きな違いはですね、コンコルドは急に減速できない、なので降下をするタイミング、ディセントを開始するタイミングとスピードを減速させるタイミング、スピードブレーキないですからね、これをねかなり綿密に計画してアプローチしないと最高速度というのは無理だったんですね。なんですけど、今回この F22 の特徴としてはスピードブレーキを使えば一気に減速することができる、つまりギリギリまでこの高い高度で最高速度で飛行することができるというのが特徴ですね。だからこそですね、今回コンコルドをどのぐらい上回って羽田まで行くことができるのかというのはね、皆さん見たいところじゃないのかな、見たくないかもしれませんかなと勝手に想像しております。で富士山まもなくね徐々に大きく見えてきて、現在浜松基地の北側ですね、浜名湖の現在北を飛行中ですけど、もう真ん中まで来ましたね。本日の真ん中まで来て現在のところ、だいたい7分ぐらいなのかなというような感じですね。コンコルドで26分かかったこの距離を現在もう7分で半分到達しております。やはり難しいのは降下して減速してきっちりね無駄なく着陸するっていうのがやはり難しいところなので、そこをねビリビリに詰めていきたいなと思います。速度が先ほどより若干速くなりまして、現在マッハ 2.11 まで到達いたしました。この戦闘機で、小さいんで、これ実機じゃないんですけど、マッハ2を超えるっていうのは可能なのかなと思いますね。 F15 の運用限界速度が 2.5 なんですけど、実際はそんなに出ないんで 1. ちょっとしか出ないので、このね数字というのは実際の飛行機の性能に即しているのかどうかというところですね。ちょっとわからないんですけど、F22 だったらいけるのかなというふうに、ちょっとね想像いたしますけど、
現在正面ちょうど羽田空港ですね。ここはまっすぐと一気に降下して羽田の滑走路34に降りたいと思います。アフターバーナー使ったらね、もう電力ないと思うんですけどでもこれゲームなので、設定としてはアンリミットフィール、フィール 50% 入れて、その重量で、設定して飛んでます。もう間もなく10分が経とうというところですけど、そろそろね、降下を開始するポイントなんですけど、まあ、今回に限ってはギリギリまで粘っていこうかなと思ってますんで、もう少しね、6万フィートで頑張っていきます。このね、この距離6万フィート結構、いや、我慢する限界ですね。現在富士山上空ですね。マッハ 2.16、 最高速度出ました。 2.16 です。正面羽田空港ですね。羽田空港皆さん分かりますかね。今マイナス18という数字を書いている左側ですね。あそこに今から着陸するんですけど、いやーこれギリギリかな。もうちょっと粘れるかな。6万フィートですからね、結構コード処理大変なんですよね。富士山を過ぎたあたり、もう間もなくですね、右手が伊豆半島。で、ここはこの辺りから降下開始していきます。ノーズを下げてベロシティベクターを羽田のファイナルに向けていきますね。ベロシティベクター、この潜水艦みたいなマークですね。これが飛行機が進もうとするところなので、ちょうどねレフトターンしてファイナルコースに入るところ、ここまでね、ここに、あーオーバースピード出ましたね。現在720、マッハ 2.51、 最高速度 2.52、 2.53、 まだ加速してます。ちょっとねオーバースピードは気にせず行こうかなと思います。2.6 いくか、2.6いった、2.6いく、えげつない速度。このね、6万フィートからの降下姿勢かつアフターバーナーを書いてますからね、グランドスピードがね、1400、もうやばい、壊れそう、危ない、揺れてきた。いやいや、速度が出なかった。制御できるのかな。いけるかなこれ。ちょっとね、いけるかどうか怪しいところであるんですけど、900、ウクライドル9000フィート、スピードブレーキオープン。うわこれ間に合うかな。あ、結構減速率がいい。羽田の34レフト、いけるかな、これ間に合うかな。34レフトね、アプローチライトが見えてますね、あの赤いところですね。はい、レフトに行きたいんですけどね、最短を狙うんであればね、290、280、余裕ですね、この減速。嫌だ、プラップダウン、スピードブレーキクロス、フラップフルダウン。いや余裕でしたね。
ここから綺麗にファイナル入れるか。速度をなるべく殺さずに。いやー、ほぼファイナルなしで来ました。セチトということで、時間はでした。やはりすごい F22。 これがね、世界最強の戦闘機の底力ですね。では最後に F22 の凄さが分かる機動飛行を軽くやっていきます。どうだったでしょうか。ではまた次回の動画でよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。